はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A の NC4-3 をお送りします。で、今回は NC4、まあ2進法のみなんですけど、動画の中ではこれの足し算、引き算、掛け算、割り算っていう、まあ、指則計算をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっと厳しいのがあれば、今からね、自分が全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？それでは早速ね、まず加法の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。おし、やっていきますか。でですね、まあ計算やっていくんですけど、大きく分けて2パターンあるんです、解き方が。2つのルートがあって、1個は2進法のまま、まあそのまま攻めていくパターンと、もう1個は10進法に戻して計算して2進法に戻すパターン、2つある。で、1番だけは両方やります。やるんですけど、残りは全部10進法に1回行ってからやる計算でいきます。で、その理由はただ単純に俺がそっちの方が得意だからっていうのと、正答率、まあ、間違い、ミスがね、少ないんです、そっちの方が。個人的な感想ね、今まで見てきた、生徒を見てきて、そう思うだけなんですけど。なので、二進法のままのがいいよと。そっちでいけるよ、俺は。私はっていう方は、そっちで構わないので。まあ、それをね、踏まえて聞いてみてください。じゃあ、足し算ですね。で、ただ単にもう二進法になってるだけなので、もう書き方は同じです。もう筆算やってるような感じ。ほんで、ここで構わない。で、ただ気をつけないといけないのは、2になると位が上がるからね、二進法は。そこだけ意識すると、1たす1で2じゃないですか。2だから10になるので、1繰り上がって10になります。3ですよね。3なので、1、2が1個繰り上がるって考えるから、2で1個繰り上がって1余ります。で、ここは1たす1で2になるから、1繰り上がって0になる。1たす1、1繰り上がって0になる。1たす1、1繰り上がって0になる。ということで、じゃあこれつけちゃうね。これが答えとなります。で、これを十進法とかに戻すとどうなるかっていうと、超十進法に戻す。で、こっちやりますね。まあ前の動画、まあ2個前かの動画でやりましたけど、まあ2を、2進法もね、10進法に直したいんで、2の0乗、2の1乗、2乗、3乗、4乗で掛け算して全部足す。だよね。で、2の4乗は16なので、16足す、ここ3乗は8足す、無視して、2足す1。こっちがね。だから全部足すと27か。27プラス、4足す2足す1なんで7だね。だから、10進法でやると34なんですよ。で、これを、もう一回2進法に戻します。で、10進法から2進法の戻し方は、ここね、ちょっと一回消しちゃうけどね。2で割っていくと、17余り0。2、8余り1。4余り0。余り0。あまり0。100010。100010。同じだね。だから、まあこれでもいいよと。どっちでも構わないです。で、多分、今この段階説明聞いてもらったら、こちらは簡単ですよね。すんなり終わるし。で、確かに、加法はね、まあ、足し算の場合はこっちの方が楽だったりします。でも、慣れないと他3つがちょっとね、きつくなる。で、確実に間違いが減るのはこっちなので、いや、ちょっとめんどくせえなと思う方はね、全然こっちでも構わないんですけど、まあ、もしよかったら10進法の方でもやってみてください。で、残りは全部ね、10進法の方で行かせていただきます。じゃあ行きましょう。ってことで、10進法に直します。で、さっきと同じで、ここ16だね。16足す4か。だから20。マイナス、8足す4足す1。13。ってことで、7です。で、7。これは残せる。ああ。はい。失礼しました。普通に間違えちゃった。で、7を2で割ると、余り1。1の余り1。だから、111ですね。つまり、7は11なんで答えが、よいしょ。これで終了でございます。
よし、じゃんじゃん行きましょう。次、110。で、掛け算とかはね、こっちの方がいいと思うんだけどね。まあ、わかんない。人によるかもしんないけど。じゃ行きましょう。8、嘘、4たす2だね。4たす2だから、6。かける、2たす1なんで3。18ですね。で、18を、ごめんなさい。9で余り0。余り1。0。0。だから、10010なんで答え。0010と。よいしょ。これで OK と。よし。で、あと割り算ですね。で、これも同じようにやっていくと、1641ですね。1621か。21割る、さっきあったのこれ。ここか、7か。っていうね、楽をするっていう。で、3ですね。でも3なので、2、1、あ、ちゃう。いいんだ、これだね。だから、11と。はい、これで終了でございます。まあ何度も言ってますけど、どっちでも構わないです。まあ2進法の、まあこれ5進法とかでも普通にあるんですけど、5進法だろうが、7進法だろうが、3進法だろうが、全部10進法に戻して、もう一回戻す。そのね、3進法だったら3進法に戻すってやり方で必ず解けるので。そう、まあどっちでもいいんですが、個人的にはこの10進法を一回経由する方がおすすめかなと思います。では、今回は高校数学数 A の N 進法丸3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、数 A はあと2本で終了です。次回が有限小数と循環小数やって、で、最後に、方程式の整数解、まあやったんですけど、ちょっとこう分数とかが入ってる特殊なパターンのね、1個動画でやろうと思いますので、もしよかったら、まずね、次回の有限小数、そして循環小数も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。